せいたしました。お時間になりましたので、イベント始めていきたいと思います。改めまして皆さん、こんにちは。はい、ありがとうございます。本日はようこそ名古屋港水族館にお越しくださいました。今からベルーガの不思議な魚の食べ方というイベントを始めます。今回お話をさせていただくのはベルーガ飼育係の柿添です。皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあ今ですね、ご覧いただいているのがベルーガという生き物なんですけれども、このベルーガ、もともと日本には住んでない生き物なんですね。一体どこに住んでいるのか知ってるよという方ありますか？はい、手が上がって、お姉ちゃんわかる？はい、正解聞こえました。そうなんです、北極です。大正解です。北極に住む生き物なんですね。北極で生活をしているということもありまして、体にはですね、結構変わった特徴がたくさんあるんです。まずは皆さん、この体つきご覧ください。とっても大きな体をしていますね。この体、今名古屋港水族館にいるベルーガたち、大人だと大体750キロから800キロぐらいになります。で、体の周りにはですね、かなりの量の脂肪が蓄えられているんですね。まあ、お腹見てみるとですね、時々、この早く泳いでると、この水の抵抗でですね、お腹がですね、プルプルと揺れているのがもしかしたら見れるかもしれません。分厚いところで20センチぐらいの脂肪がぐるっと体の周りを取り囲んでますので、北極の寒さにも耐えて生活をしていくことができるんですね。そして、もう一つベルーガたちの特徴、まあ、これが最大の特徴といっても、まあ、過言ではないかもしれませんが、体の色ですね。体の色というのはですね、基本的に、獲物に見つからないようにしたり、狩るときにですね、獲物に見つからないようにしたり、もしくは、天敵から見つからないようにしたり、まあ、そんな、役割を持っていることが多いんですけれども、ベルーガたちは、後者ですね。天敵に見つからないように体の色が白い色をしているんです。北極で生活をしていますので、まあ、ベルーガたち北極グマなんかに襲われてしまうことがあるんですね。こんな天敵に見つからないように、北極の氷に隠れて、まあ、やり過ごせるように体が白くなったと考えられています。北極の氷と同じ色をしているんですね。日本では白イルカと呼ばれている生き物です。そんな白イルカ、ベルーガをですね、名古屋港水族館では全部で6頭飼育しています。そのうち今回イベント頑張ってくれるのは、こちらのプールにいる3頭のベルーガたちですね。さあ、それでは皆さん待ちわびていたかと思います。ベルーガをですね、今からガラスの前に呼んでみたいと思います。はい、それではやってきてもらいましょう。はい、右側からやってきてくれました。大きな口を、大きな口開けてますね。それでは皆さんにご挨拶しましょう。こんにちは。はい、上手に。グレイも口開けなくて大丈夫です。こんにちは。そう、上手。はい、と首を動かしてご挨拶してくれました。はい、こちらのベルーガが模様が特徴的なグレイですね。お腹や頭のあたりに渦巻き模様がついてますね。はい、上手ですね。この、まあ、縦にですね、首を動かしてくれましたけれども、当然、まあ、横にも縦、横、縦じゃないよ、横、そうですね、はい、時々今間違えちゃいましたけど、横にも首を動かすことができますね。イルカの仲間で首が動く種類というのは実はとても少ないんです。外でパフォーマンスをしているバンドイルカとか、こんな風に動かすことができません。シャチも動きませんね。はい、ベルーガならではの動きです。上手に見せてくれましたので、グレイには一旦戻ってもらいましょう。はい、ありがとう。はい、続いて同じく、メスのベルーガ、ターニャがガラスの前にやってきてくれます。ターニャは、今日は輪っかを加えてガラスの前にやってきてくれるみたいですね。上手に加えて、
ってきてくれました。推定23歳ターニャです。あ、上手にカラフルな輪っかを加えてやってきてくれました。ターニャは、まあ、輪っか加えてるので首が動かせないので、こんにちは。あ、分かりましたかね。今頑張って胸びれ動かしてくれてました。はい、こんにちは。はい、上手にご挨拶できましたね。まあ、ターニャはですね、割とですね、まあ、グレイが、真面目な性格をしているベルーガですと、だとすると、ターニャはまあその正反対、割とですね、不真面目と言いますか、やんちゃな性格をしているベルーガですね。まあ、このガラスの前に来るのもですね、嫌な時は来てくれなかったりする時があります。はい、今日はしっかりと来てくれましたね。それではターニャ、上手にできましたので戻ってもらいましょう。ありがとう。はい、輪っかを加えて可愛らしいご挨拶してくれました。あ、そして最後にやってきてくれるのが、推定40歳オスのベルーガ、ホドイです。まあ、ホドイはですね、年というのもありましてあんまりできることが少ないんです。はい、おでこが潰れてますね、ガラスに当たってますね。オスのベルーガ、おでこが大きいのが特徴です。メスに比べるとおでこが前に出ていますよね。これがホドイの特徴です。では皆さんぜひですね、写真ホドイをたくさん撮ってあげてください。今日の出番はこれがおそらく最後になります。はい、ホドイです。はい、ホドイできるとこれだけだったんですね。はい、上に戻っていきました。まあ、今回はですね、こんなベレーガたちと一緒に、この不思議な魚の食べ方頑張っていきたいと思います。まあ、魚の食べ方というタイトル通り、これからですね、ベレーガたちに魚を食べてもらうんですけれども、まずは名古屋港水族館であげている餌をですね、ちょっと紹介していこうかと思います。まず1種類目、こちら。はい、大きい魚なんでしょう。わかりますかね。はい、正解聞こえました。そうです。あ、よく知ってますね。ホッケです。ホッケです。あと、2種類目がこちら。ホッケよりちょっと小さい、まあ、もっと大きくなったりもする魚です。あ、正解聞こえましたね。はい、ニシンです。まあ、今ね、答えてくれている方はおそらくこのイベントを何回も見たことがある方だと思うんですけれども、はい、よく覚えていてくれましたね。ニシンです。卵、カズノコの魚ですね。まあ、ニシンです。で、そして、最後3種類目がこの細長い魚。さあ、これ何でしょうか。もうこれも答えられちゃったら多分このイベントを見たことあるなって、本当に見たことあるかなって感じですけれども、あんまりメジャーじゃありません。はい、これは、はい、そうです、イカナゴです。イカナゴです。はい、3種類とも全部覚えていてくれましたね。イカナゴです。でもっと小さい姿で、まあ、食べたりすることがある魚ですね。知らない方は知らないかもしれませんね。で、今回はですね、この、イカナゴをベルーガたちに食べてもらいます。イカナゴというのはですね、ちょっと変わった性質を持っている魚でして、今度は皆さんこちらのボードをご覧ください。よいしょ。ベルーガたちはですね、この海の底の砂を見つめていますけれども、この海の底の砂の中には実はイカナゴが隠れているんですね。イカナゴというのは砂の中に隠れて天敵から身を守る、そんな性質を持っている魚なんです。ですが、野生で生活をしているベルーガたちはこんなイカナゴを見つけ出して食べていると言われています。一体どうやってこんな生き物を食べるのか、今日はですね、ちょっとした装置を使って皆様にご覧いただきたいと思います。相手の方から降りてきました。イカナゴの入っている装置が降りてきてます。で、上の方にですね、まあ、透明な筒がついているのが分かると思うんですけれども、この筒の中に今ご紹介したイカナゴがですね、大体20匹ぐらい入ってます。ですが、ベルーガたち、口の先はこの底のイカナゴまで、届きません。頭はですね、そこまで入らないんですね。では、一体どうやってこんなイカナゴを食べるのか、それでは早速食べに来てもらいたいと思います。まずはターニャが食べに来てくれます。皆さんご注目ください。
てくれました。どうやって食べたか分かりましたか？食べてる。はい、吸ってるという声が聞こえましたけれども、半分正解です。はい、上手に食べてますね。なんで半分正解なのかというと、はい、食べ終えて今この瞬間ちょっと分かりましたかね、分かりづらかったと思うんですけれども、イカナゴが巻き上がるこの瞬間、タニャ水をフーフーフーと吹きかけていたんですね。吸ってるだけではなく水を吹きかけて、そして口元まで近くまで来たところをシュッと吸い込んで食べているんですね。すごいすごい。まあ、このようにして、ベルガたちイカナゴを食べています。で、大体ですね、ベルーガたち1日に、まあ、イカナゴも含めた、ホッケニシン合わせてですね、20キロから25キロぐらいは食べます。はい、たくさん食べてますね。グレイの分もあるので、そろそろ帰ってほしいですね。はい、グレイの分まで食べそうですね。まだまだ食べそうですね。ベルーガたちですね、口から2リットルから3リットルほどの水を、まあ、吹いたり出したりすることができますので、それだけたくさんの水を出せるので、こうやってイカナゴを巻き上げることができるんですね。吹いて吸って吹いて吸ってという動きを繰り返してイカナゴを食べてます。はい、そろそろ帰ろうか。グレイの分がもうなくなっちゃうからね。はい、もう10本ないぐらいになっちゃいましたね。まあ、だんだんイカナゴが少なくなってくると難易度が上がってきます。はい、まだ食べるみたいですね。まあ、割とですね、ベルガたち食べる量に季節変動があるんですけれども、今だんだん食べ盛りになってくるもので、最下位で食べてくれました。もう、かなり残り少ないですけれども、グレイにもやってきてもらいましょう。あと5本ぐらいしかないですね。食べられちゃった。はい、グレイ上手に食べれるでしょうか。はい、今日よくやってきて、ふうふうふうと吹いて吸い込んで、はい、食べてくれていますね。食べるときもぐもぐと噛んでいるよりももしかしたら見えるかもしれませんが、口に入った魚は全部丸飲みにして飲み込んでしまっています。はい、残り、はい、2本、はい、残り2本ですね。はい、上手に食べて1本残して帰ってきました。はい、まあ、残り少ない中でグレイも頑張って食べてくれました。それでは、装置は上に上げてもらいましょう。さあ、皆さんどうやって食べていたかお分かりいただけたでしょうか。野生で生活をしているときはですね、先ほどの砂の中に隠れたイカナゴをめがけて勢いよく浮かびたいで水を吹きかけます。そしてイカナゴが、その水中で巻き上げられて出てきたところを吸い込んで食べているんですね。この食べ方で、まあ、イカナゴ以外にも、岩陰に潜むエビとかカニとかもですね、フーフーしながら上手に見つけ出して食べています。まあ、一度ですね、野生のベルーガたちの胃の中を調べてみたところ、100種類以上もの生き物が出てきたという報告もあるものです。さあ、ここまでですね、ベルーガたちの、いろいろなですね、まあ、魚の食べ方紹介してきましたけれども、ここからはこんなベルーガの特技を皆様にご覧いただきたいと思います。さあ、それではもう一度グレイにやってきてもらいましょう。さあ、皆さんベルーガの有名な特技ご存知でしょうか。ベルーガたちはこの大きな口を使ってバブルリングを作ることができるんですね。はい、グレイが一回、呼吸をしに上がってきましたけれども、それでは、ベルーガのバブルリング今から皆様にご覧いただきたいと思います。はい、また上がっていきましたね。グレイの準備ができたら頑張ってもらいましょう。さあ、それでは皆さん目線とカメラちょっとだけ上の方を向けておいてください。大きな泡も出してくれましたが、いきます。ベルーガのバブルリング、上の方からリングを作りながら降りてきてくれます。はい、ちょっと崩れ気味でしたね。崩れ気味でしたね。はい、拍手は取っておいてください。もうちょっと綺麗なのを作ることができます。もう一度、よいしょ。今度は上手にできるでしょうか。はい、はい、綺麗なバブルリング作ってくれましたね。はい、もう一度作ってもらいましょう。
さあ3回目うまくできるでしょうか。よいしょー、はーい、2回目よりも綺麗なリング作ってくれましたね。はい、それではバブルリングをしっかりとできたので、上には上に戻ってもらいましょう。ありがとう。はい、それでは続きまして、今度はターニャにガラスの前にやってきてもらいたいと思います。ターニャにはまたちょっと変わったリングを作ってもらいましょう。はい、ターニャがやってきてくれました。ターニャはですね、口から出すリングではなく、頭の上の鼻の穴から出すリング、エンジェルリングを作ってもらいたいと思います。まあ、それでは皆さん頭の上ご注目ください。いきますよ、それ、お、もう一回、よいしょよいしょよいしょ、はい、2回目きれいなリングでいきましたね。頭の上に輪っかができることからエンジェルリングと呼んでます。よいしょ、ほいほいほい、はい、上手にリング作ってくれてますね。一回ですね、ターニャには呼吸をしに上がってもらいましょう。で、まあ、ターニャはですね、今のエンジェルリングを自分で吸い込んでダブルリングを作ることもできるんです。ターニャの顔の前ご注目ください。一瞬です。よっ、上手に決まりましたね。はい、ターニャ流のかっこいいバブルリング決めてくれました。さあ、それではターニャに上に戻ってもらいましょう。ありがとう。まあ、このようにですね、ベルーガたち、外でパフォーマンスをするバンドイルカほど、まあ、速い、泳ぎですとか高いジャンプをすることはできないんですけれども、ベルーガならではの可愛らしいところ、皆さん覚えていただけたでしょうか。それでは最後にですね、頑張ってくれた、ベルーガから皆様にお別れのご挨拶をしてもらいたいと思います。まあ、最後は今日はグレイがご挨拶してくれます。はい、渦巻き模様が特徴のグレイです。それでは皆さんにご挨拶しましょう。はい、グレイどっか行っちゃったね。はい、それではグレイちゃんと準備が整ったらご挨拶してもらいましょう。バイバーイ。はい、グレイも必死に胸びれを動かしてくれてます。わかりますかね。バイバーイ。はい、それでは以上でベルーガの不思議な魚の食べ方終わりにしたいと思います。皆さん最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。さあ、それでは、グレイには戻ってもらいましょう。ありがとう。まあ、この後ですね、まだまだ館内では様々なイベント残っていますので、ぜひですね、ごゆっくりとお楽しみください。
ます。から、ご褒美の餌の魚もらってるんですけれども、それが終わったら普通に泳ぎに来てくれると思うので、ご覧になるお客様は少々お待ちください。